日刊現代にやってた佐藤健、男性向けサービス展開を暴露されるも、ネガ情報をかき消す、金遣いと気風の良さね。そっか、なんか、そっか、株価がストップ高になったんですね、健君が。あれやってね、コスメブランドのね、プロテインのね。販売会社の株価は、値幅制限の上限のストップ高まで買われ、改めてその影響力を知らしめたと。すごいですね。で、佐藤健といえば、ガーシーが、暴露したと。男性向けサービスを行う店にたびたび一緒に通っていたことが暴露されたと。高青年のイメージの佐藤にとってよろしくない情報だが、ネット上からネガティブな声は聞こえてこない。佐藤健に関しては今のところポジティブな話の方が多く、中でも好印象なのが、気風の良さ、まあ、要は気前の良さね。ある飲み会がお開きになって帰ろうとしたところ、店員から、お会計は佐藤さんがしてますと言われるなど、さりげなく人にご馳走するようなところがある。と、ガーシーが言ったと。対照的なのは、あやろこさんね。過去に奢った話を、恩着せがましく何度もしていると。で、綾野剛の器の小ささが佐藤健の男前ぶりより一層引き立てたと。で、あの、引っ越ししてね、広い部屋に、シュガーでもその部屋から配信してますけど、一人暮らしにしては広すぎるため結婚目前かとも騒がれましたが、多趣味なため1000冊を超える漫画本のほか、大量の洋服を所有するなど、荷物が多いと言われます。コロナになってから知人が経営する都内のレストランに1本3万円以上するオリジナルのスパークリングワインを一度足買いして人に振る舞っていたという話も聞いています。これもすごい話ですよね。男前ですよね。何事もハマるととことんのめり込むタイプの上、インタビューでは買い物はいつも即決だと話しています。さらにこの人はと思った人にお金を使うことは厭わないそうですと。だからまあ出資とかもするってことですね。その人を見てね。すごいですよね。何事も豪快で男前、今後ガーシーからがっかりされるようなエピソードが出てこないことをファンは祈るばかり。まあだからね、なんかね、ヤフコメとかでね、すごく僕は納得する話が結構多いんですよ。別に佐藤健のファンでも何でもないんだけど、世の中に男性向けサービス店を利用している独身男性なんか腐るほどいるよ。独身だけじゃなく既婚者でもいるんだから、芸能人だからって利用したらダメな法律や規則でもあるなら別だけど、違法な店や利用した店のルールを破ったわけでもないなら、そっとしたらいいのでは。まあ、そっとしておかないのがガーシーなんでしょうけどね、それがね。まあ、だから僕は別になんとも男なんで、なんとも思わないですよね。逆に本当にイメージアップですね。タケル君も健全な男性なんだなって思いますよね。だって、そういうお店に行かないで30超えてる方が、僕は逆に怖いっすよね。大丈夫かっていうね。どっか体悪いのかとかね。なんか性癖が違うのかなとか思ったりしますよ。別に男性向けサービス店に通ったからってイメージ悪くならない。特定の彼女がいたと言われる方がショック受ける人が多いと思う。酒の魚に知り合いのネタばらししてるみたいな感じになってきましたね。どの話も別にイメージ悪くなりはしないかったけど、何でもベラベラ話すのはやめてほしい。プライベートは見えないくらいの方が夢を持てる。話題に上った人のファンというわけではないけど、明け透けにされると興ざめ。そういう意味では、東谷許すまじって気になると。あと、この話はどうにか頑張ったとしても、結婚して奥さんに内緒でそういうお店に行ってましたぐらいの話じゃないと。独身なら何してもいいし、一般人でも体験してる人も多いだろうけど、二股ぐらいの別にという印象。目も肥えてるだろうし、可愛い子や話して盛り上がる子を選別して、そばに置いてくのも自由ですよね。だって直接女の子にブスとか帰るとかはやりすぎだと思うけど、きっと何年も前の若い調子に乗ってる時の話だろうし、もしかしたらだいぶ痛い女の子相手だったのかもしれないし、前田さんとの写真も見たことあるけど、面倒見の良さそうだなと思ったと。まあ、本当肯定的な意見の方が多いですよね。まあ、僕も本当そう思います。全くこれはね、ガーシーを何言って、何のために言ったんだろうなっていうところと、あと最近ガーシーがね、ジャミールとね、安藤さんのことをやたらね、しつこく攻撃してて、昨日僕の視聴者の方も見ましたかって言って、まあ、一応僕見たんですけど、インスタライブかなんかでやってたのかな。で、タケル君とタカさんから DM が来たと。で、ジャミールからも来たのかな、DM が。で、ジャミールは反省してアメリカに帰りますみたいなやつだったのかな。そしたらそれに対して、ガーシーがまた怒ってて、反省してないこんなもん、みたいなこと。反省するも何も、ジャミール別にいいんじゃないですかと思うんですけど、ね、なんかその女の子を、
たけるくんとか、タカさんの名前を使って女の子を食いまくってるって話でしょ。まあ、それも本当かどうかわかんないですけどね。まあ、でも、なんか知んないけど、ガーシーが正義の味方気取りで、俺のところにいっぱい来るんだ、みたいな。いや、その前にお前さんに何とかしろと思うんですけど、タカさんは、まあ、いわゆる、まあ、ガーシーの話だけど、タカさんも、ジャミールに呆れてると。だから、まあ、ガーシーが好きなようにすれば、みたいな感じで来たと。で、タケル君はジャミールと未だに仲いいけど、だから、ジャミールの言ってることを俺は信じると。でも、ガーシーが言いたいならば、ガーシーの自由にしていいんじゃないのっていう、俺は別にとやかく言わないよっていうのが来たっていうので、まあ、それは別に DM 見せてないんで、本当か嘘かわかんないですけど、一応、タカさんもね、なんか、インスタライブかなんかで言ったんですよね。友達だと思ってると。まあでもそう言うでしょうね。さすがにね。言わざるを得ないと思いますよ。でも距離は取ってると思いますよ。いつか戻ってこれる場所を俺は作っときたいって言ってるのは今じゃないんですよね。今は嫌なんですよ。それはやっぱり何かっていうと、多分今はね、反社がいるんですよ。バックに。ガーシーの後ろにね。あれガーシーが一人でやってるわけじゃなくて。だってもう確実に一般人のやることじゃないじゃないですか。違法賭博で大借金作って、詐欺やってってね。一人でやることではないですよ。もう完全に発想が反社なんで。あと、ほんと最近気になるネタが昨日上がってて、現役暴力団 YouTuber テキサスさんがね、また逮捕されたんですね。それは賭博ですね。違法賭博の店のケツ持ちをしてたっていうことで、また再逮捕されたと。なんか匂いますよね。ここら辺はね。とても匂います。うん、偶然の一致としてはあまりにも近いものがありますよね。YouTuber っていうのとね、違法賭博、カジノ、嫌味カジノ。で、しかもこちらはもう完全にその筋が経営者としてケツ持ちもやってたってことですね。しかも、テキサスさんが逮捕されて赤羽になったのと、時を大体同じものにして、要は誕生してる。ガーシーっていう YouTuber が誕生してる。偶然の一致とは思えないなと思いますけど、なんかここら辺でね、つながってんじゃねえのみたいな感じでコメント入ってたりますけど、僕はなんか偶然の一致じゃなくて、なんか本当に前々から臭いなと思ってましたけど、思ってはいます。何かしら確信があって言ってるんじゃないんですが、なんか匂うなっていうぐらいです。で、しかもこの事件がね、今ね、普通にこう上がってきてる。で、警察も動いてるってことは、僕は何かしらガーシーも動きあるかな、ちょっと踏んでます。そうなるとちょっとまた面白くなるかなと。で、そういうのも分かってるから、元々の知り合いだった人たちは、つかず離れずっていうんですかね、刺激はしないようにして、距離取ってるっていうことかなと思ってます。まあ、そんな感じです。